今回の動画では近日中に開催されることが予想されるイベントサイドストーリーマリアニアールと同時に実装されるオペレータードクターの引き出しにどんなお宝が入ってるか見てみるぞ。重装オペレーターバブルの紹介及び解説を行っていきます。君が訓練場のボス？ドクターって君の名前？うん、でも君丈夫そうに見えないぞ。まあいいか。僕はバブル。今のところ部族では一番弱いけど、パパの次ぐらいに強くなれるように訓練してもらうぞ。バブルはセラト族の少女で、サルゴンにいるとある部族の勇士の娘となる人物です。バブルの父親であるサルゴンの勇士は部族の中でも最強の勇士とされており、バブルはその父親に憧れていて、自分もいつかは立派な勇士になりたいとは思っているようですが、バブルというコードネームからもわかるように、現状では最強どころか勇士からは程遠い実力です。また父親からは残念ながら、バブルは勇士になるような才能はないだろうと判断されており、ロドスに加入した理由もバブルには訓練だと言い聞かせてはいるようですが、実際のところはオリファシーの治療と、バブルの父親曰くバブルには勇士になる以外の将来への道を見つけ見聞を広めてほしいという父親なりの親心を持った対応のようです。なおバブルは決して身体能力が低いというわけではなく、むしろ同年代の子供たちと比べると高い方ではあります。それでもなぜ勇士になれないと判断されたのかというと、理由は単純で、端的に言ってしまうとあまり物事を深く考えないアホの子だからです。バブルの行動は非常に単純で、突進をすることしかしません。そのため前方に対してであれば土下のある盾も相まって凄まじい破壊力を持っている一方で、側面や背後のことは一切考えておらず、場合によってはその側面や背後を守るためにオペレーターを配置しなければならないという、バブルを任務に連れて行くと逆に人手が足りなくなるという本末転倒な状況となってしまいます。また頑固な性格でもあるので、人の言うことを聞くことがほぼなく、戦場では重要なトップダウン形式を無視し味方を混乱させることになりかねないため、性格からしてチームワークが重要となる戦闘で向いていないということのようです。そのため現状ではバブルは小さな任務にのみ派遣されているという状態だとのこと。そんな大人からはトラブルメーカーとして扱われているバブルではありますが、子供たちからは人気なようで、多くの友達がおり、特にケオベとは非常に仲がいいようです。バブルとケオベは暇さえあれば顔を合わせて話をしているようで、その話は毎回弾んだものになっているとのこと。バブルは基本的には自分の父親はすごいという自慢話が多くなっており、ケオベもそれに対抗してかバルカンもすごいという話をしているようです。この口論にも近い話し合いは頻繁に白熱しており、パパの方が強い、バルカンお姉ちゃんの方がもっと強いという、とにかく強いやすごいの応酬となり、最終的には手足が出るレベルにまで白熱しているとのこと。ただどちらも武器を使うというようなことはせず、大人から見ればじゃれ合っているようなレベルのようです。なおこの白熱した手足の出る話し合いはいつも決まってケオベが勝っているとのこと。ちなみに話は時たま脱線をし、僕の方が強い、オイラの方が強い、僕の方がもっと強い、オイラの方がもっともっと強い合戦にもなる様子、大げさな身振り手振りをしながら二人は話をしているとのことなので、資料ではこれがきっと子供たちの戦争なのだろうと締めくくられているあたり、非常に微笑ましい光景なのでしょう。そしてバブルが認めている相手は父だけではありません。バブルは定期的に癇癪を起こしており、それを止められる医療オペレーターはいなかったのですが、カビルだけは唯一バブルを抑えつけることができ、さらには注射することもできるとのこと。このことからバブルはガビルのことを認め、その後に聞いたガビルの偉大なる功績からガビルを尊敬するようになり、自称ガビルのファン1号となったとのこと。ガビルのファン1号はどこかのアダクリスが猛烈に反論してきそうな話ではありますが、バブルのモチーフとされている生物は頭にある2本の角などからシロサイがモチーフかと思われます。シロサイはサイの中では最も大きい動物であり、
体長は最大で4メートル20センチメートル、体重は3600キログラムにもなります。性格はサイの中では最も穏やかで社交的ではありますが、本気で怒らせると時にはライオンすらも打ち負かしてしまうようで、穏やかそうな顔つきとは裏腹に非常に強い力を持っています。なお、サイには火を見ると急いで火に駆け寄り、足で火を消そうとする習性があると言われています。そのため、現地ではサイのことを森の消防士と呼んでいるのだとか。また、そのことからサバイバルでよく用いられる動物よけのために火を焚くという行為は、サイを呼ぶ行為になってしまうということから、サイの生息地では逆に火は焚かない方が良いとされているようです。ただ、火があるところにサイが来るという話は、目撃例があまり多くはないため、迷信ではないかともされているとか。これでケイちゃんともどっこいどっこいで戦えそう。よーし、勝負するぞ。ドクターは見届け人ね。バブルはウィーグルやクオーラといった防御型の重装オペレーターで、スキルで防御力を上昇させ攻撃力の高い敵の攻撃を受け止めることを得意としています。ブロック数や配置コストといった基本ステータスは同じ星4重装であるクオーラやマッターホルンとの違いはなく、特に特徴のない至って平均的なものになっています。HP や攻撃力などのステータスに関しても、全体的な数値は HP はクオーラと比べるとやや高めにはなっていますが、防御力はクオーラの方が高くなっているため、耐久力という点ではほぼ同等。攻撃力に関しても、バブルの方が5高い程度となっているので、実運用の中で差異を感じることはまずないでしょう。素質、ニードルシールドは敵がバブルを攻撃した際に発動し、対象の敵の攻撃力を5秒間一定割合低下させるという素質となっています。対象となる攻撃は近距離遠距離問わないものとなっており、バブルへの攻撃に対しては問答無用に発動するものとなっているので、実質的にはバブルの防御力を上げるものとも言えます。ただし効果は重複することはなく、いくら攻撃を受けようが最大で 8% の低下のみとなっているので、敵の攻撃能力を大きく低下させるということはできません。つまり敵の攻撃力がおよそ900程度まで、ランクに指定 A の敵であればある程度の優位性は認められますが、それ以上の敵、極端な例を挙げるとパトリオット相手ではパトリオットの下がる攻撃力も大きくはなっていますが、結果的にはバブルの防御力を大きく上回る火力で殴ってくるため、あまり意味をなさないということとなります。またバブルを攻撃した相手ということが前提となるので、遠距離攻撃の敵であればバブルが攻撃されるように配置すれば何体に対してでもデバフをかけることはできますが、近接攻撃の敵はブロック数を増加させない限りは3体の敵までとなっているので、編成全体に効果を作用させることはかなり厳しくなっています。なので戦術したようにニードルシールドによるデバフ効果は実質バブルの防御力を上げるためのバフ効果と割り切ってしまった方がいいでしょう。バブルの潜在強化による効果は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、防御力プラス25、再配置時間マイナス6秒、コストマイナス1、となっています。バブルは重装オペレーターということや、攻術するスキルの反撃ダメージが防御力に比例したものとなっているため、防御力が非常に重要なオペレーターとなっています。ですのでバブルを運用するのであれば、防御力が強化される潜在4段階目までは強化することを推奨します。ただバブルはレアリティが4のオペレーターではあるので、今後もスカウトを回していた際に複数入手できる可能性は高く、今すぐに使いたいという場合でもない限りは今回のスカウトで4凸まで目指す必要はないかと思われます。スキル1、防御力強化ベータはクオーラも所持している汎用スキルの一つで、スキル発動中はバブルの防御力を上昇させる効果となっています。攻術するスキル2と比べると攻撃を停止するというデメリットがない分、ただ防御力を上げるというスキルになっているので癖のないスキルと言えますが、良くも悪くも特徴のないスキルとも言えます。スキル1で強化される防御力と他のオペレーターの防御スキルの上昇値を比較した表が上記のものとなっており、スキル1の防御力は特に特徴がなく、よく言えば順当、悪く言えば取り柄のないスキルとなっています。
防御力の上昇値に関しても元の防御力がクオーラよりも低くなっていることから上昇後の防御力も低くなっており、この205の数値をバブルの素質のデバフで埋めるには敵の攻撃力が2570以上なければいけないという、もはやここまでの攻撃力となると重装で受け止める以前の問題ですし、現状これ以上の攻撃力を持つ敵ユニットはボルモンドで登場した不術の巨像しか存在しません。そのためこのスキルに関しては他に防御型重装オペレーターの育成がある程度完了しているのであれば、全くと言って良いほどには使用することはないでしょう。なおこのスキルの特化レベルに関してですが、運用や特化に必要な素材上昇率を鑑みてスキルレベルは7で据え置くことを推奨します。スキルに打たれるはバブルは攻撃を停止し防御力が上昇、敵に攻撃されやすくなり、さらに攻撃を受けた際には防御力に比例した物理ダメージを敵に与えるという反射ダメージが特徴のスキルとなっています。反射ダメージを与えるスキルは星熊の警局やニエンの動員、ソーンズの迎撃支局がありますが、他の反撃スキルにはない特徴としてバブルのヘイトレベルを上げる効果と反射ダメージの元となる数値が防御力という点が挙げられます。バブルのヘイトレベルが上がることによって敵の攻撃がバブルに集中するようになり、さらにもともと高い防御力はスキルによってさらに高くなるため、結果的には反射ダメージも高くなるというバブルの役割、性能と非常に相性の良いスキルです。むしろ他の防御型重装にも欲しいくらいのスキルと言えるかもしれません。スキル2で強化される防御力と他のオペレーターの防御スキルの上昇値を比較した表が上記のものとなっており、スキル1よりかは幾分かは改善されているものの、それでも他の防御系スキルと比べると数値は低くなっており、防御型重装の中では防御力が高いと言えるものではありません。むしろ他のオペレーターのことを考えるとやや低めの部類になっていると言えるでしょう。ですのでバブルに攻撃力の高い敵の対応をさせるのであれば、シャイニングといった防御力を強化してくれるオペレーターのサポートは不可欠となります。むしろ防御力が反撃ダメージに反映されるスキルにはシャイニングとの相性が非常に良く、率先してシャイニングと掛け合わせることをお勧めします。続いてスキル2の反射ダメージを他の反射ダメージスキルと比較した表が上記の通りとなっており、上記の表からもわかるようにバブルの反射ダメージは他の防御型重装の反射ダメージよりも高いものとなっています。そしてバブルの反射ダメージは防御力が上がれば上がるほど増加するので、他のオペレーターとの組み合わせ次第ではさらにダメージを上げることも可能です。またヘイトレベルの上昇によって攻撃を受けやすくもなっており、反射ダメージの制限もないので状況次第では反射ダメージだけで敵を倒すということも可能です。ただ星グマはパッシブスキルということや2円の反射ダメージは術ダメージとなっているので、全ての場面においてバブルのスキル2が優勢というわけではありません。そのためあくまでも使い分けは必要になるスキルとなっています。スキル1は完全にクオーラに食われたスキルとなっている一方で、スキル2は反射ダメージという攻撃的な側面を手に入れているため、クオーラとも差別化ができているスキルとなっています。その一方で防御力はややおろそかにはなってしまっているので、メイン盾としての運用は少し不安があるかもしれません。また攻撃速度の遅い敵とも相性はあまり良くなく、反射ダメージを存分に活かすことができない可能性があります。これらのことから攻撃速度が速かったり質よりも数で攻めてくるオリジムシといった雑魚敵を得意としたスキルといえ、これらの敵に対してであればかなりの殲滅力を見せてくれるでしょう。特に危機契約での攻撃速度上昇の契約などでは大活躍をしてくれるはずです。なおこのスキルの特化レベルに関してですが、運用や特化に必要な素材上昇率を鑑みてスキルレベルは7で据え置くか、反射ダメージの倍率が 10% 上昇する特化1まで強化することをお勧めします。バブルの基地スキルはどちらも製造所に関するものとなっており、一つは製造所配置時バブルの保管上限をプラス10、体力消費を1時間ごとにマイナス 0.25 するものとなっています。こちらに関しては保管上限がやや多い以外は至って普通の基地スキルにはなっているのですが、問題はもう一つのスキルで、
2つ目の製造所スキルは、バブルが配置されている製造所内のオペレーターの保管上限1につき製造効率を、そのオペレーターの保管上限が18以下であれば 1%、18以上であれば 3% 上昇させるものとなっています。つまり、端的に言えば、昇進2のバルカンであれば製造効率がプラス 52% され、それ以外のオペレーターは、昇進2のアスベストスの製造効率プラス 16% 以下にしかならないという、非常に極端なスキルです。現状では大陸版を含めて、保管上限がプラス18以上となるオペレーターは、バルカンしか存在しておらず、実質的にはバルカン専用の基地スキルともいえ、バルカン以外とのオペレーターとの組み合わせでは、似たような効果を持つ、ワーミルの介護官スキルとなってしまいます。なお、現状最高率となるバブルの組み合わせは、バブル足す、バルカン足す、F イーターやコンビクションといった製造効率プラス 35% のオペレーターの 97% となっているので、基地の組み合わせはこちらを目安にするといいでしょう。それでは、実際にバブルを使用していきます。今回使用するステージは S3 の7。バブルのステータスは、昇進2のレベル40、スキル2のスキルレベルは7。このステージでは、ドローンが大量に出現するのですが、ドローンはバブルの反射ダメージのみで殲滅することを目標とします。このように、バブルを攻撃した敵ユニットは、オレンジ色の矢印が表示され、攻撃力が低下していることを確認することができます。私を呼び起こしてくださったのはあなたですね。僕に任せて。スキル発動後は反射ダメージが発生するようになり、バブルが優先して攻撃されやすくなるため、ほとんどのドローンの攻撃がバブルへと向かっています。これにより遠距離攻撃系のオペレーターを配置せずともドローンを処理することができています。言っただろ、僕はすっごく強いんだって。バブルはこれまでに実装されたオペレーターよりもより反射ダメージに特化した性能となっており、防御力の数値に比例した反射ダメージを敵に与えるため、他のオペレーターたちよりも高い反射ダメージを与えることが可能です。ただ防御型重装としては、特にスキル発動時の防御力はやや低い部類となっており、クオーラと比べると攻撃性能が強化されている分、少々心もとない部分はあります。これに関しては反射ダメージの強化という意味合いも込めて、シャイニングと組み合わせることである程度は緩和されるでしょう。と、動画では戦闘面にフォーカスを当てましたが、実際は基地スキルで運用されることが多いオペレーターであり、バルカンと組み合わせることでバブルの基地スキルは進化を発揮します。ですので、バルカンをすでに昇進2にしているのであれば、ぜひともバブルも昇進1までは強化することをお勧めします。以上でバブルの紹介および解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ドクター、こっそり教えて。ケイちゃんのバルカンお姉ちゃんは、このフロアをハンマー一振りでプ
ぶち抜けるのか。そんなことない。あら、やっぱり僕のパパの方が強いぞ。拳一つでロドスの煙突を粉々にできる。